82.4 だ俺。おお、赤字からすぎだろ。80超えかよ。普段から鍛えてっからな、当然だ。俺、お前もやれよ高円寺。興味ないね。あれ、うん、綾小路、どうした？男子の平均ってどのくらいだ？60くらいじゃねえの？60か。握力の強さは単純に腕の太さに比例するものじゃない。大切なのは前腕にある腕頭骨筋、頭側手根屈筋といった筋肉の束だ。この束を鍛えることで握力は向上する。つまりある程度の筋肉量があれば、鍛え方次第で100キロを超えることも可能だ。これでいいだろう。これ以上動かない。うん、数値は 60.6 だ。へえ、綾野浩司君力あるんだね。いや、平均くらいだろう。平均はもっと下じゃないかな。45とか言っても50くらいだと思うよ。どうだ、 42.6 か。ちょっとおまけして52だね。池君 42.6。 そうか、60は高めなのか。